税理士などの専門家が相続や税金などの行政に関する相談に答える催しがイオンモール高野原で開かれました行政何でも相談所は国が定める9月と10月の行政相談月間に合わせて奈良と京都の行政監視・行政相談センターが開いているものです今日は、は、税理士士、や司法書士行政相相談談員らがブースを設け、相談者は 遺言書の作成方法や相続税がどのくらい必要になるのか、またゴミの収集場所が遠いことなど、身近な困りごとについて相談していました相談無料で秘密厳守の行政何でも相談所は、10月と11月にもイオンモール柏原や王子町やわらぎ会館など、県内4会場で開かれるということです。